はい、今回はですね、新型カローラクロスの人気グレード、人気ボディ色のランキングが判明したんで、まあ、簡単に紹介していきます。また夜ですね、見積もり動画の方でオプションとか紹介しますけど、でさっきですね、ウェブページが立ち上がって、カローラクロスが199万9000円、安いっすよね。ライズ安クロスの次に安くて、 CHR より安いんで、まあ、価格に関しても1ヶ月半ぐらい前からも分かってましたけどね。デザインの方がいきなりって言うとですけど、このデザインって判明したんで、まあ、タイトが東南アジアで発売中の青デザインだと思ってたら、新型アクアみたいなフロントグリルなんで微妙なんですよね。まあ、こっちの方がかっこいいという方もいらっしゃるでしょうし、どうなんですかね。で、まずは人気グレードの方から。で、グレードを人気順に並び替えて、一番人気はハイビットの Z。パワーユニット 1.8 リッターのガソリン車と 1.8 リッタープラスモーターの THS2 のハイビット車で、トランスミッションは全車 CVT で、駆動方式は珍しいんですよね。ガソリン車は肉しかないんで、ハイビットは肉と E4 の設定があるんですけどね、コンパクト SUV でガソリン車は肉だけって珍しいですよね。で、乗車定員は5名乗車、2A シート5名乗車で、まあ、車格は上のラブ4とハリアーが2A シート5名乗車なんで、カローラクロスに3レシート7名乗車、まあ、全長的にも厳しいでしょうからね。一番人気はハイビットの Z で319万9000円、E4 の方で、ガソリン車の方が四駆がないんで、E4 が人気なんでしょうかね。2番目人気がガソリン車の最上級の Z で、264万円。S って聞いたら一番安いグレードと思ってしまうんですけどね、中間なんですよね、S が。275万円、ハイビットの S の肉で。4番目人気がガソリン車の G、ベースで224万円。で、5番目人気がガソリン車の S。中間で240万円。6番目が案外意外なんですけどね、ガソリン車のレンカーで GX199 万円、法人、まあレンタカー向けのグレードで。7番目がハイビットの G259 万円肉の方、8番目ハイビットの G E4 の方ですね、279万9000円9番目がハイビットの S295 万9000円 E4、一番不人気なのがハイビットの Z、299万円。肉の方で。全部で10個ですね。G って聞いた中間っていうイメージが合うんすけどね。カローラクロスに関しては G の方が安くて S より。まあ、Z はどの車種も最上級って感じがしますよね、Z は。で、ボディ色の方も人気色とか判明していて、一番人気がブラックマイカですね。パールが入ってないブラックの方で無料色。2番目人気がプラチナホワイト、3万3000有料色。3番目人気がブラックパールですね、3万3000円で。あとはシルバーとグレーは同じぐらいの人気で無料色ですね。原色に関してはそこまで人気ないでしょうね。レッド、まあブロンズは一番不人気って聞いてますけど、ブルーに関してはまあブラック、ホワイトでブラックパールでグレー、シルバーの次あたり人気で、友情色がホワイト、パール、ブラックパール、レッドで、他の4色に関しては無料ですね。ツートーンがないですね。で、最上級に関してはホンガプラスファビックシートで、これは中間から下あったファビックシートになりますからね。もうシートからインテリアカラーに関してはブラックしかなくて、まあそんな感じですね。はい、今回は新型カローラクロスの人気グレードで人気ボディ色について紹介しました。